観光大使、岡崎観光大使とは、観光地の振興のために観光地の象徴的存在として、広報活動に携わる人のこと、また、その地位、称号のことである。類似する職名に、広報大使、ふるさと大使、観光カリスマなどがある。観光大使とは、主に観光地や地域振興を目的として、対外的に自らの地域を広報するもののことを言う。 主に都道府県、市町村のほか、観光協会や商工会議所その他団体が設置、移植している。観光大使は二通りの選任、活動方法があり、通常、観光大使という場合には、その地域に、ゆかりのある芸能人、または、有名人、あるいは地域に在住する若い女性の中から、コンテスト参加者を公募し選考されたものの中から、マスコット、イメージキャラクターとして、 一定の広報活動を移植されることが多い。観光大使は多分に観光地の象徴的な役割を担うことから美女が選考されることが多く、観光大使を通じてレースクイーンやキャンペーンレディなどと同じようにそこから芸能界に進む人が見受けられるのも特徴である。観光大使の活動は観光大使制度の設置主体により様々であるが、概ね、 東京多観光客の見込める大都市圏を巡業主当地の広報活動を展開するほか、シンポジウムその他観光振興に関連する行事の出席が予定されているという活動が通常である。また、観光地ではないが地域振興のために一般市民や地元以外の人々に PR を移植している場合、それらをふるさと大使と呼称する場合が多い。これらの場合には、 芸能人や有名人、キャンペーンレディーではなく、一般市民や市町村外の人々にも広く移植されていることが多い。近年はその地元に、ゆかりのある著名タレントの観光大使でもミスなどと、同じように、移植場を伝達し、地位名を対処したタスキや名刺などが贈呈されることも、ある。徳島県鳴門市、坂東栄治、石川県和島市、土屋太市大鳥、 和島観光大使、島根県大木郡千部村、半崎吉子、愛媛県宇和島市、水森香織、宇和島市観光親善大使、岐阜県時市、小関真二、ありがとうございます。